ひなは全くしないね。全くしない。でも謎にお話し会の時に一緒にあの写真をね撮り合ってるから、終わったっていう連絡はして、終わったみたいな、出口集合って、ね、分かった行くっていう、なんかお話し会の時に休憩いつとかなんか聞いたりとかしたりとかはするけど、 LINE もしないね。あんたあかりんとしかしてない。あかりんと翔子の友達ぐらい。あと主にお姉ちゃんたち。今だって私3姉妹のグループ LINE も動いてるし、長女と次女との個人 LINE も動いてるもん。、うん、主にほんとお姉ちゃんたちしかやってない。そうね、グループ LINE も個人 LINE もどっちも動いてるわ。でも長女と今 LINE してるのは、今日その扇風機を買ったっていう話をねしたんですけど、その扇風機お姉ちゃんが選んでくれたんですよ。もう私はそういう何かをなんか見比べて買うって、歯の矯正とかもそうなんだけど、見比べて判断するっていうのはもう長女に絶大なる信頼を寄せてて、お姉ちゃんにそう夜中起きて、暑くて起きて、もうなんだろう、暑くて起きて寝てたから、なんかもうテンションおかしくてショックで、ほんと4時ぐらい起きて、4時ぐらいに、4時50分とかだけど、お姉ちゃんに扇風機壊れたーみたいな何がいいか教えてって言って、でも夜中なんか返事返ってこないと思うけど、すぐ既読ついて、え起きてるって送ったら、今から寝るんだよって言って、お姉ちゃんは仕事で忙しいってのもあるんだけど、そう今から寝るんだよって言って、扇風機なんて3,000〜4,000〜5,000円ぐらいで全然いいの買えるやろみたいな、そう分かんないよって言ったら、そのこことここが有名っていうやつの URL 送ってきて、あのお姉ちゃんが送ってるのは楽天のサイトやけど、 Amazon でも売ってたよとかもなんか調べて全部送ってくれて神様って送ってきた神様って神様なのって、その今そのお姉ちゃんにメーカーの名前で何とかの扇風機買ったよっていう報告をしたで次女はあの私が矯正をスタートしたよって連絡をしたら、次女もねその矯正気になってるから、あの変化を見たいから歯の写真撮っとけっていう連絡が来て、そうだから絶対いつかお姉ちゃんたちに見せなきゃいけないから、見せてもいいなんか歯の写真見せてもいい歯の写真なんだろう、そう感じだとか、なんかね小さい頃は自分がまだ若々しくてっていう方で、若かった時は長女の優しさになかなか気づけなかったの。お姉ちゃんしっかりしすぎてて、めっちゃまあ長女っていうのもあって、もともとの性格上多分しっかりしてるんだけど、長女っていうこともあってしっかりしてて、頭も良くて運動もできるから、そう陸上で賞を取ったり、なんかなんていう 学年の総合順位一桁だったり、本当にそういう人だったんですよ。で昔はなんかミネが何とかしたら、もうそんなん言ったらお姉ちゃんが、ね、そのやってあげたのにマジなんか無駄なことしてみたいな、なんかもったいないみたいな、その言ってくれたらなんか決めたったのにみたいな、みーちゃんが選んだのこれってな、他のと比べたら全然違うね、昨日こっちの方がいいのにみーちゃんこっち選んでんのみたいな感じで、そういうのが昔はなんかうるさいなみたいな、うるさいなみたいな、ほらってみたいな感じだったけど、だから昔はもう多分姉妹の中で一番喧嘩してたし、1ヶ月 LINE ブロックされてたしすっごい仲悪かったけど、今はもうそのお姉ちゃんの優しさを、私が大人になって、お姉ちゃんは多分昔から変わってないんだけど、私が大人になって優しさに気づけて、より仲良くなった。そうで、お姉ちゃんと長時間電話するなんて昔はなかったけど、だから実家に入るってなんだ、 ST に入る前、実家の時はお姉ちゃんと長時間話すことなんてなかったんですよ。一緒に住んでてもなんだろう、お姉ちゃん聞いてって相談することもなかったし、
そう喋るけどなんかそんな関係じゃなかったけど、今はもう自分も社会人になって、お姉ちゃんが今やってる仕事の凄さとか、お姉ちゃんの生き方の凄さ、なんかやりたい仕事のために学校通って資格取ってとかもやってて、今お店開いてるんだけど、開いてるとかお店やってるんだけど、そういうなんか尊敬して、そうマジでかっけーっていうそう今はなんかお姉ちゃんに相談めっちゃする。うん、でお姉ちゃん相談したらもう夜中でも明日早いって言っても聞いてくれるんですよ。だから2時間ぐらい電話しちゃう。でも昔めっちゃね仲悪かったのに、やっぱ大人になったらみんな角が取れて丸くなるんだなって。で主に私が多分ね反抗期じゃないけどツンツンしてたから、お姉ちゃんたち嫌だみたいな感じの妹だった。こんな今はね家族好きみたいな大好きみたいな感じだけど、大人になってからですよ。もちろんその昔から石だけでよかったと思ってるけど喧嘩はめっちゃしてたから、自分が大人になったんだなと思います。いくつ離れてるん？2個上と4つ上です。だから私が今年24の代なので、でお姉ちゃんが何歳？1月生まれとかなんで、事情は次20わかんない、本当は26の代で、今25歳だ、25歳で長女が、6月19日父の日に28歳です。大人石崎三姉妹大人。6月19日お姉ちゃんの誕生日でもあり父の日、どうしようどうしよう父の日。でもこの前父の日どうするか電話を姉妹でしてた。そう、もうお父さんはお酒を飲みすぎて、今はねあの病院とかに行ってお酒を徐々に減らしていきましょうっていう感じで、別になんか何か悪いのが見つかったというわけじゃなくて、今後未来のためにっていうので今徐々に減らしてたから、昔は父の日って3姉妹の誰かがビール1ケースみたいな感じだったんだけど、あの1日とか飲まないよ、ちゃんと数ヶ月かけて飲んだけど、もう今年は誰も送んないからねって言ってなんでやーって言ってたらしい。お姉ちゃんに聞いたけど、ビールが一番嬉しいのにけど誰もあげないからねって言って、もうみんな健康になるようなものを受けていこう、受けてじゃないわ、送ろうとして全然あの何かが見つかったから今減らしてるとかじゃなくて、見つかる前にっていうやつなんで、心配はなさらずそう確かに焼酎とかそういうさ、なんていうん、そういうお酒飲んでほしい。あの人ね、酎ハイも嫌いだし日本酒も嫌いだしね、焼酎も嫌いで、マジビールオンリーの人なのよ。くないんですよ。でもお父さん、その私正月会ってからこの前の帰省でも半年ぶりぐらいに会ったんだけど、ビールをその減らしてるから、ビール腹だったのが痩せてたの。げっそりじゃないけど、もちろんまだまだプクプクちゃんだったけど、パパ痩せたねみたいな顎周りシュッとしたねみたいなそうで、なんかなんだろう、すごいお父さん健康に目覚めてるのが可愛くて、そう長生きしてねって言って広島に帰ってきましたプリントでね、コメントが上にやったら出てきた。待って、今何分？え、あと3分で GBT だ、やべえ全然時計が今見えない位置にあって、やべやべ、
男女見ますリアルタイムランキング読むのでその間コメント読めないです。いきます。13位、ジノラニカベグレさん、パチ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 。12位、ダッタンさん、パチ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 。11位、湘南の空さん、パチ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 。10位、 GTO さん、パチ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 。9位、ホワカさん、パチ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 。8位、タナさん、パチ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 。7位、つよつよさん、パチ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 。6位、トンワと台湾トンさん、パチ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 。5位、ピアニッシモさん、日曜夜公演再生、すごもう席順で撮るんか、およろしく。最前は守護守護 MC とかめっちゃ反応してて4位、ディネさん、日曜昼、おお、なんかすごいね、日曜たくさんファンの方がいそうで嬉しいです。3位、ゆうまっちゃさん、パチパチパチ。2位、スノーヒルイジスさん、みーちゃん大好き、ありがとう、パチパチ。そして1位はダダダダダン、ウェプロックさんでした、パチ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 。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ見つけた、みーのこと押してみひん、ありがとうございます。兵庫県出身、みーこと石田みなみでした。ということで、今から GBT なとボーナスタイムとか石並べの世界に没入します。今日も一日おつみーちゃんです。再販に当選してくださった方は会える選択よろしくお願いします。7月10日の5周年の一般発売も始まってるので、そちらの方もチェックしてみてください。はい、ということで、またあれ、うん、また七並べて会えますように。バイバーイ。